ドラクエ5から序盤三強と呼ばれる仲間にすると序盤の攻略がものすごく楽になる3体のモンスターを見ていきましょう。まずはニトロこと爆弾ベビー、サンタローズ周辺で32分の1の確率で仲間にすることができます。ニトロの強みは初期の力の高さと装備グループの2つです。仲間になった直後からレベル15の主人公と同等の力を持っており、さらに序盤の最強武器刃のブーメランを装備することができるため、仲間にできれば敵全体に大ダメージを与えてくれる即戦力として大活躍してくれます。仲間になってすぐは賢さが10しかないため命令を聞いてくれないのが少しネックですが、3000ちょっと経験値を上げればすぐに命令を聞くようになるため、そこまで問題にはなりません。また今回紹介する3体全員がサラモナ到達あたりでレベルがカンストしますが、ニトロはレベルがカンストするまで終始主人公を上回る力から攻撃ができるほか、身の守りが驚異的なスピードで伸びていくため壁役として活躍することもできます。ただ覚える特技はかなり使いにくいメガンテ、体当たりの2つだけですし、攻撃属性への耐性は何もないため、成長が止まってから時間が経つにつれて徐々に性能が物足りなくなってしまいます。死の火山ではキメラや踊る宝石、グランバニアではオークキングと仲間になりやすく有能なモンスターがちらほら登場するため、これらのモンスターに経験値を与えるためにも適当なタイミングでモンスター爺さんのところで休ませてあげましょう。ちなみに SFC 版限定ですが、死の火山のボス溶岩原人にメガンテが有効なので、うまく刺さればニトロの命と引き換えに溶岩原人を消し飛ばすことができます。引退記念としてどでかい花火をあげるのもいいかもしれませんね。続いてリメイク版から追加されたマッシュことお化けキノコ、こちらもサンタローズ周辺で仲間にすることができます。マッシュの強みを一言で表すと、ズバリニトロの上位互換です。はい、弱いわけがないですね。どういった点がニトロより優れているかというと、まず成長テーブルはニトロのものを流用しているほか、装備グループもニトロと同じなので勧誘時期、ステータス、装備で差がつくことはありません。なんならマッシュの方が少し素早さが高いです。大きく差がつく部分は仲間確率と特技の2つ。マッシュの仲間確率は16分の1なのでニトロより仲間にしやすく、さらに甘い息や眠り攻撃といった有能な特技を覚えることができるんですよね。またリメイク版からの溶岩原人はメガンテが効かなくなった一方で、1グループ ×3 ではなく3体が1つのグループで出てくるようになり、甘い息が刺さりやすくなっているため、溶岩原人戦での活躍という面でもニトロの立場を完全に奪っています。ということで、あらゆる面でニトロより活躍できるマッシュでした。リメイク版のニトロも十分強いんですが、マッシュの調整のされ方的に影が薄くなってしまうのは仕方ないですかね。今はリメイク版を遊ぶ人がほとんどだと思いますが、特別理由がなければ仲間になりやすく使いやすいマッシュの勧誘を狙っていくようにしましょう。ちなみにキノコらしく毒の息や毒攻撃も覚えますが、ただの毒は戦闘中に何も効果を発揮しないため、この2つの特技は全くもって存在価値がありません。残念。最後にアプールことエビルアップル、レヌール城周辺や神の塔周辺で仲間にすることができます。リメイク版から追加されたアプールですが、今回紹介する3体の中で間違いなく一番有能なモンスターです。どういった点が優秀かというと、まず仲間確率が2分の1とめちゃくちゃ高いです。16分の1のマッシュも十分仲間になりやすい方ですが、それでも 50% と約 6% じゃ仲間になりやすさが全然違いますよね。戦闘能力の方を見ていくと、ニトロ、マッシュとは別の強さを持っていて、仲間になった直後から90と同時期に仲間にできる他のモンスターの2倍近い HP を持っていること、ルカニアバギ系の呪文、麻痺攻撃とたくさんの優秀な特技を覚えることの2つがアプールの強みになります。特に呪文が優秀で、ルカニを使えるキャラクターは全部で5体しかいない上、アプール以外に序盤から仲間にできるのは魔物の住処に出てくるミステリードールしかいませんし、バギ系の呪文は刃のブーメランやチェーンクロスなどを装備できない弱点を補ってくれます。
主人公と二人でバジマを連発することで、雑魚戦からボス戦まで死の火山の強敵たちをゴリゴリ削っていけるのはめちゃくちゃ気持ちいいです。ということで、序盤の強さや仲間確率の高さはもちろん、最終ステータスの高さや貴重なルカネの使い手であることなど、魅力満載のリンゴ、アプールでした。青年期前半中は余裕で一軍で戦える強さを持っています。ということで、ドラクエ5から序盤3強の紹介でした。序盤から使える強力な仲間モンスターと言われたら、スライムナイトのピエールを思い浮かべる人がほとんどだと思いますが、序盤に限って言えば3体ともピエールに負けない強さを持っているため、これからドラクエ5を遊ぶ人はどれか1体でも十分なので、今回紹介したモンスターをぜひ活用してみてください。動画の方楽しんでいただけましたら、ぜひチャンネル登録や高評価の方お願いします。それでは今回はこの辺で、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。